もうまだあれ見てなかったんですよね。何ですか？井上尚弥。見てない。世界戦見てない。もうあのすぐ終わりますから。マジ見ます？見るよ。もうすいませんね、もう何回もちょっとおいしいから飲みます。あー、これけどこれラムの感じむっちゃいいじゃないですか。これこの音ボクシング解体新書井上尚弥フィリピンのチャンピオン。フィリピンのチャンピオンです。今ほら世界って4つぐらいあるじゃないですか。はいはい。いや、井上尚弥ってすごくないですか。いやほら結果しとくけど、はい、強そうばい。ボクシング好きですか。大好き。できない誰がいるんですか。具志堅用子。そっちですか、うん。うわ、マジか。なんか、直屋のすげえ。今見て今の。スピードがね。違う。すげえ。何コンボディ。何コンボディ。バチバチ。バチバチよ。あんな全。マジこれ。大したもんすよ。一回しよ。これハクちゃん。じゃあボディで倒すってすごくないですか。すげえ。うわ。これなんこれ。フェイントでも明らかにビビっちゃうですもん。うん。ちゅうかね。プロでもこれだけボディの練習もしよってもうわうわ。なんじゃこれ。絶対痛いんですよ。うん。ハックじゃこれ。うわ。全然パンチが当たってないですね。うわ。すっげー。すごいですね。うん。ガード下げちゃうっすね。うおうおう音がね、うん、うわうわこれはもう吐くね。もうこれ吐くじゃん。もうだってもうだから俺心臓出ちゃうじゃんこれ。これすげえボディーキね。だからプロだよ。ありえない。だってもう相当やってきちゃったから。うわあもうダメ。これもうすごすぎ。俺は取れちゃうんすか。もうわからん。ちゅうかねボディで倒すとかっていうのはすごすぎる。かっこいいですよ。さんもそうないけど、大谷翔平さんにしてみてもそう。野球いけるんですか。もう好きです。だとかあの大谷翔平ですよ。ありえんよ。ピッチャーしながらホームランキングいってるんですよ。ちょっとすごい。だとかいうとこと松山さんですよ。松山英樹もうグリーンジャケットですよ。もうまあありえん。すごいのは分かりますけど、うん、グリーンジャケットってやっぱどのくらいすごいんですか。もう正直言ってあの話聞いたんですけど、多分一生のもう6冠を与えられるんでしょ、多分。あの要はもう、あ、生涯6冠があるんですか。そういうことを聞いてます。へえ。それもね、一番多分あのいろんなこう世界いろいろ大会あるでしょ。はいはいはい。多分おそらく一番歴史がある、一番その権威のあるやつじゃないですかね、多分。おそらくですよ。僕はあんまりそのゴルフもやりますけど、詳しいことはわからないんですけど、そのぐらいのやっぱりもう有名な。大会です。マスターズですからね。いやね、こう日本人すごい。まあなんか最近ほら女子とかすごかったんですけど、うん、なんか男子が世界で、うん、素晴らしい井上尚弥、うん、
大谷翔平、うん、松山英樹ちゃん、うん、じゃここ1年すごいですね。なんかちょっと素晴らしい。でも世界一といえばこの千里を来た養殖博物館、そうなりたいです。それに近づけるようにねなれたらいいかなと思って頑張ってますけどね。じゃあ今日はジワーズから、はい、イブリガッキー、はい、そして井上尚弥、別の話になりました。はい、もう気持ちいいです。できる。でも今日はかなり気持ちいいです。夏、ぜひジワーズ、はい、ハイボールで楽しんでいただきたいと思います、はいはい、やっぱこれやっぱこうダブルはいいね。結構ダブルいいですね。そうね、はい、うん、でまたこういったことは南国の味わいだし、ね、僕が思ったよりシュワシュワありました。あ、そうですか。はい、いやあんくらいの量でもこう感じるもんだなっていうのが、それやっぱり京都さんでしょ。美味しいから京都さんですけど、なんか今日はすいませんね、はい、中々らしいなんですけど、はい、結構飲んでます。まあ、ですですけど、いろいろ間で挟まると思うんで、これお盆ぐらいにアップされると思うんですよ。なんかいろんなものがほら今出てきてるじゃないですか。ね、うん、はい、まあ、それを見して、はい、一つ一つやんと二人で頑張って作ってますので、はい、まあ、今後ともまたご視聴お願いいたします。はい、はい、これはどっちですか。週末しますか。もう皆様いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。皆様安全運転で、そして皆様ご安全に、そして素晴らしい週末に乾杯。ペコ今日ね、こう久しぶりよね、このバージョン。やっぱ僕が一番息合ってないですか、うん、いろんなゲストの人と。そりゃそうよ、やるんですけど、みんなこげになるもんね。なんじゃそれ。けどゲストの人にしてもらうの楽しいですね。楽しい楽しい、はい、みんなこうドキドキして教えてくれるけどね、はい、まあけど一番乗り良かったのはやっぱ王子。ああ、確かにね、王子は乗り良かったですね。まあ、でもみんなしてくれるけどね、やっぱり、はいはい、まあ本当そういった意味ではね、はい、やっぱ皆さん本当に、はい、真似してくれるけどね、そうです、ありがたいです。またありがとうございます。じゃあみんなとりあえず頑張っていきましょう。はい、はい。